グリゴーリー・パーブロビチチュフニーンは、ロシア帝国の海軍軍人、海軍中将である、ヘルソン県、ニコラー・エーフで貴族の家庭に生まれた、サールス・コエ・セローにあった貴族の指定のための、アレクサンドル幼年学校で学んだ。1858年8月には、海軍幼年学校に入学し、1865年4月には、士官候補生となり、 1871年1月1日には海軍中尉となった。1869年から1876年までフリゲート、ポジャールスキーコート、コルベット、バリアーグに上官した。絵画を描き、英語を開し、演芸をこよなく愛した。その後、上級士官として、巡洋艦、アージアで1878年から1879年まで、 コルベット、アスコーリトで1879年から1882年まで、クリッパー、ガイダマークで1882年4月10日から、フリゲート、ゲネラールイコールアドミラールで1882年から1886年まで、任務に就いた。1886年には、海軍大佐として、初めて艦長として、紅葉砲艦・マンジュールに上艦した。 1890年までその任を務めた後、1892年には、沿岸防御装交換、ネトローニメニャーの艦長に就任した。同年には伊藤巡洋艦パーミアチアゾーバの艦長に就任し、その任を1896年まで務めた。その間には、アメリカ合衆国域も予定されたが修理が間に合わずに、中止された。しかし、活発に航海を行い、 地中海にも赴き、コッペンハーゲンやツーロン、サラミス島を訪問した。とりわけ、極東への駐留は日本への牽制として大きな意味があり、チュフニーンが指揮した頃は、パーミアチアゾーバは、ロシアの極東海上戦力で最も強力な軍艦であった。1896年には、バルト艦隊太平洋艦隊の副長官を務め、 1896年から1901年4月1日にかけては、ウラジオストク公式官を務めた。同日再び、太平洋艦隊の副長官に就任し、1902年までその任を務めた。1902年から1904年の間は、ニコライ海軍アカデミー長官と、海軍洋年学校長を務めた。1904年4月2日付で、 国会艦隊と国会公安の総指揮官に任命された。1905年11月15日、当時のロシアの著名な作家エ i イクプリーンは、セバストーポリの放棄で反乱を起こした巡洋艦、ゴチャーコフに対する冷酷な鎮圧の目撃者となった。そして、セバストーポリでの出来事というレポルタージュを書いて、その詳細を告発した。 1905年12月1日発行のサンクトペテルブルクの新聞、我らが生活税紙に、ルポルタージュは掲載されたが、チュフニーンは、セバストーポリにてこれを読み、すぐさま作家に対し三昼夜以外に、セバストーポリ総督府より退去するよう命じた。クプリーンはこのルポルタージュにてチュフニーンを、かつて桁橋に吊るされて揺れる水平らと共に、 外国の港に入っていった人物であると評したが、このような人物描写がされていたこととの関連は、しばらく見つけられなかった。1906年1月27日には、社会革命党員である家イ,イズマー・アイロビチが、西岸者に噴して宮殿にて中布に委ンへ、回転式拳銃で数発撃った。提督は、肩と腹部を負傷したが、一命は取り留めた。同年2月19日、 サンクトペテルブルクから反乱放棄者に対する法令上の最高指令が下された。3月3日、チュフニーンは反乱の首謀者 PP シュミット大エ S チャースニック中尉水兵の A グラトコフと N アントネーンコに対し死刑を宣告した。彼の生命を狙った失敗した企みのため、チュフニーンは特別の護衛を周囲に置かざるを得なくなった。それにもかかわらず、 1906年6月28日には、自分のダーチャ、オランダ邸にた何者かによって殺害された。雑誌、時計と、琉刑誌1925年、第5号に載せられた、回想録、どのようにして私は、国会艦隊の鎮圧者、チュフニイン提督を殺害したか、において、チュフニインは、この回想録の筆者、国会艦隊の水平や、 S. アキーモフによって殺害されたということになった。もっとも、新聞、ロシアの言葉か2906年7月13日からの引用を載せた、旧文税を信じれば、アキーモフは、事件のすぐ後に名前を挙げられていた。チュフニン提督の体は宮殿へ運ばれた。犯罪が実行された直後、ダーチャ、オランダ帝の遠邸助手で、事件の瞬間に、 アリバイのなかった水兵のアキーモフに容疑がかけられた。エム・レジンスキーの論文、文学のセバストーポリでは、ソ連の作家エヌニカンドロフが、水兵、アキーモフという筆名を用いていたとされているチュフニーンは、セバストーポリにある聖アシブラジーミルコ修道院に葬られた。ありがとうございます。